はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。作家の園彩子先生は、電気のないところに民主主義は根付かないと各所で繰り返し指摘されております。電気は情報と読み替えると分かりやすい話です。電気が通った地域では夜にパチッと電気をつければ、そこで新聞や本なんかを読むことができますし、電気はそのまんまラジオやテレビをつけることもできます。今ならばもちろんネットがありますも電気の力です。ロシアによるウクライナへの侵略戦争においては、太陽光発電と蓄電池、そして電気自動車でおなじみのテスラ社のイーロン・マスクさんが提供した人工衛星を使ったスターリンクシステムによって、インターネットが SNS がウクライナの皆さんを助けております。対してロシアはと言いますと、国営放送はみんなプロパガンダになっちゃいました。そして独立系のメディアにもプレッシャーがかかったことによって、ネットを駆使している若者の皆さんでも、ロシアの事実上の独裁者であるプーチン大統領の支持に傾いていると伝えられております。それだけ情報というのは民主主義を支えるということです。今回の侵略戦争というのは、民主主義と専制国家、文字通りの民主主義を守る戦いでもあるんです。そして我が方日本の国内を見ても、今民主主義の優位、民主主義が優位になっていることを確認できます。日本は民主主義の国だから当たり前じゃないか、なんてね、反論があるかもしれません。ところが未だに情報というのは、この情報を握っている独裁者によって加工されて変更されているんです。それはニュースやワイドショーに代表される地上波テレビです。番組で伝える内容というのは、テレビ局のプロデューサーやディレクターの個人の感想ですで作られることも少なくありませんし、これらは編集権や裁量権と主張された時に、それは言論の自由、表現の自由の枠内に何とか収まってしまうという、ぐーぬーぬーながら、これが今の現実なんです。しかし、あまりにもそれが不自然であるならば、デマ的なみたいなっぽいものか、プロパガンダ、白がこう言ってます。ステマ。これらのいずれかではないかと指摘されているのが、令和4年4月14日の日本テレビのジップでした。日本テレビの朝の帯番組ジップというのは、日本の朝にズームインのキャッチフレーズでおなじみだった、ズームイン朝の後継番組です。そんなジップの4月14日の放送で、朝7時20分を過ぎたあたりでしょうか。春お弁当テクニックを大調査。アイデア弁当を一挙公開とし、行楽地にトコトコトコっと取材に行って、そこで広げられているお弁当を紹介します。そのイの一番に紹介されたのが、プルコギキンパでした。プルコギとは、お隣の国の甘辛なタレにつけて焼いたお肉のことで、キンパは現地の言葉で海苔巻きを意味します。要するに、お肉のしぐれ煮を巻いた太巻きです。このプルコギキンパ登場にネットが小さくながらもざわわっとしたのは、このジップをはじめ日本テレビの番組では、油断と隙がなくてもお隣の国推し、つまり韓流推しが目に余るからです。もちろん恐縮ですが、とばかりに取材したご家族が偶然プルコギキンパをお持ちだった可能性もあります。ただ一方で、テレビのこちら側、つまりはネットの皆さんの中には、テレビは裁量権と編集権を持ち合わせていて、つまりはいかようにも編集でき加工されるということが共有されております。あくまで憶測であり、偶然の可能性もありますが、しかしそんな偶然が何度も何度も何度も繰り返された果てには、意思を持って行われた必然が疑われたとしても、疑惑が深まったとされても仕方がないのではないでしょうか。そんな一例を挙げれば、マヌルパンです。すでに今から1年前ぐらいからちょいちょいニュースやワイドショー、情報番組で紹介されていたマヌルパン。お隣の国で大人気で日本に上陸したという触れ込みでした。これ、ガーリックバターがたっぷり使っているんで、ハイカロリーで、しかも匂いがね、いろいろとするということから、背徳感の快進撃が止まりませんと紹介されていたんです。この私、食に国境はないと考える派ではございます。
だからどんなグルメ情報でも一旦フラットに受け止めるんですが、情報番組の紹介のされ方でおやおやと首をひねっていたんです。それはなぜか、それぞれの番組名というのはちょっと忘れてしまいましたが、ある番組ではすでにブレイクしていると紹介したかと思うと、これからブレイクと、ブレイクのタイミングにオンタイムの情報ながらズレがあったからです。そこで Google 先生ならぬ Twitter 先生に私のツイートを調べてもらいました。すると昨年の6月2日 TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組ダブスター、あ違った、内容そんな感じなんですけど、一応番組名は N スター、韓国からやってきたマヌルパン、今後ブレイクするパンダと紹介されておりました。せっかくなのでここは TBS で統一してみたいと思います。それから2ヶ月後の8月17日、夏目未来さんが司会を務めておられました朝ちゃんという番組では、韓国屋台発祥のブームだとして紹介されます。さらに11月4日には朝ちゃんの後継番組になります TBS のザ・タイム、 TBS の大看板アナウンサー安住紳一郎さんが司会を務めるこの番組にて、日経トレンディの来年のフードマヌルパンなんて紹介をされております。シロがこう言ってます。流行ってないじゃん。はい、すでにブームになっているはずなのが、日経トレンディによると来年のブームになっていたんです。そしてこれはテレビというメディアの垣根を超えた話にもなります。一部ネット民には保守系なんてね言われる産経新聞のエンターテインメントを発信するマチソワウェブというのの公式ツイッターアカウントが、今週の4月13日にこんなツイートをしておりました。トレンドイベント韓国観光春祭り2022 in 横浜とあり、そこに付けられたハッシュタグにはハッシュタグ韓国グルメ、ハッシュタグマヌルパンとあったんです。なんでもお隣の国のミュージカルと充実のトークショーを開催という告知するツイートでした。なお民間の商売を邪魔しない派、邪魔しない派なので、このイベントについてとやかく言うつもりはさらさらありません。ただ産経新聞マチソワが告知したこのイベントにご出演なされている俳優さん、この俳優さんの公式ツイッターアカウントが令和4年3月20日にしたツイートにはこうあります。昨年秋頃に知ってから大好きなマヌルパン、マヌルパンが気がつけば姿を消し始め、ポンパドールさんもいよいよか…てんてんてん、なぜだ…てんてんてん、ゲセヌ…てんてんてん、こちらに添えられた写真にはもうすぐ終了というポップがありました。 TBS N スタが昨年の6月2日にブームがやってきていると伝えたマヌルパン、お隣の国に大変関係の深い俳優さんが秋になるまで知らず、さらにその昨年の秋の11月4日には来年のフードとして紹介されたそのマヌルパンが、なんと3月には販売終了しちゃうということなんです。実のところ、この手の話というのは枚挙にいとまがありません。コロナ禍による渡航制限によって、お隣の国の旅行に行けなくなったので、日本国内でお隣の国に旅行に行った気分になる渡韓ごっこ、渡る韓国のごっこというものが今 SNS で大ブームになっているなんてね報道がありました。しかしこれ SNS をトコトコトコって追っかけてみると、ほとんどの事例で韓国観光公社っていうところにたどり着くんです。いわばお隣の国のインバウンド戦略に日本のニュースやワイドショー、公共の電波が乗っかってるということです。これを手助けているということです。テレビが使ってるのは日本社会の参加者の共有財産です。なんでよその国の経済を助けなければならないんでしょうか。しかしもはやお隣の国のネタというのは文字通り言葉通りのキラーコンテンツになってるというのが私の見立てです。キラーコンテンツとは視聴者とかの強い関心を引く切り札的なネタという意味ですが、その正反対の今時で言うならば真逆の、発信しているメディアを傷つけるという意味でのキラーコンテンツだと見てるんです。産経新聞のマチソワのツイッターの公式アカウントがお隣の国絡みのイベントを告知した、その日の写真誌フラッシュのデジタル版では、なんと産経新聞は東北の取材拠点を閉鎖して全国紙の看板を閉店ガラガラとばかりにガラ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 下ろすんではないかという噂が紹介されております。新聞の置かれた業界の厳しさというものは分かっておりますが、
まさにこちらがキラーコンテンツであるという自滅の刃という疑惑がちどこーん。なお、この私が産経新聞の購読をやめたのは、新聞の外側にさらに一面のようにお隣の国のアイドルグループのラッピング包む広告が掲載されてからです。それも一度ではなく二度あったので、その月にやめちゃいました。今その新聞には軽減税率という事実上の広告費的なみたいなっぽいものが投入されております。お隣の国のエンタメを推す新聞に果たして日本の軽減税率は必要でしょうか。もちろん韓流のタレントさん、アイドルさんが好きな人がいること、これは事実です。またお隣の国のアイドルグループ BTS がグラミー賞にノミネートされた、それはすなわちそれだけの評価をされたということなんです。しかしそれが軽減税率が認められた新聞や公共の電波に必要とされているんでしょうか。これ私の好を好き嫌い好き嫌いの感情じゃありません。マーケティング、商売の話です。内閣府が今年の令和4年1月21日に発表した外交に関する世論調査によりますと、お隣の国に親しみを感じるというのが曖昧な答えも合算して 37% であるのに対して、同じく親しみを感じないが 62.4% だったんです。また日韓関係が良好だと思わない、良好だと思わないは実に 81.1% にも上りました。これらを反映してか、ご商売の視点かな、こんな話題もありました。まとめサイトツイッター速報の令和4年4月14日の見出しはこうあります。ギャラクシーの新機種サムスンのロゴを消して BTS を前面に出して日本市場を攻略する計画。記事によりますと、家電メーカーサムスンはサムスン隠し、自社名を隠していること、またはそのブランドギャラクシー、ギャラクシーを隠していることを否定はしておりますが、しかしならばなぜ BTS 推しでもしも推しの携帯電話を売ろうとしようとするのでしょうか。社名ブランド名に良いイメージを持っていればそのまま売るはずです。むしろ会社名やブランド名を推しに押し出すのは Apple や iPhone からも明らかです。そしてまさにキラーコンテンツの疑惑を裏付けるかの令和4年4月13日の日刊再造の記事の見出しはこうあります。目覚まし8躍進でスッキリ交番説に現実味出てきた加藤浩二さんが知られたくない不都合な数字。お笑いコンビ極楽とんぼの加藤浩二さんが司会を務めていらっしゃるのか、プルコギキンパでおなじみとなりましたジップの後の時間の日テレスッキリという番組です。記事をざっくりと紹介しますと、プルコギキンパとおなじみとなりましたジップの視聴率が振るわないので、その後番組のスッキリの視聴率にもつながらず、加藤浩二さんの降板が噂されているというんです。なおスッキリもたびたび韓流推しではないかという噂が SNS を駆け巡っております。その噂とはこうです。日テレの子会社にはフールーとかいう動画配信サービスもありまして、韓流もフールーなんつってね、もう地上波テレビを使って公共財産を使って宣伝しまくって、そしてうっしーっしー、体ちょろいボロいうまい、あ、バレましたと冗談はともかく、かつて情報をマスコミの皆さんが独占している、まあ情報の専制国家のような状態がこの日本にありました。時が過ぎ、今日本の情報の民主主義が実現されつつあり、そしてパン屋の店頭からマヌルパンが消えた消えた、どこでどうとなりました。つまりテレビの韓流のゴリ押し、その影響力が消えた消えた、やったとなっていることを確認してしまう週末でございます。どうしても隣の国を推したいんだったらネットがありますというのが私の立場。みんな違ってみんな良いというわけで、みんなで頑張っていきまっしょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
な外交安倍晋三完全勝利説という物語なのにモルゲッソよって答えたんですがモルゲッソよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなたパッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなたクロスカウントやかやるな何者だ。そしてチョキを出したあなた名古屋地方でチョキは P、 平和を愛する P サイン。それでは本当のバイバイ。